こんばんは。スピリチュアル研究家の楓です。自分の移し教となる同じ魂から生まれてきたとされるツインレイ。そんなツインレイは嘘つきだとも言います。ツインレイが嘘をつくのはどんな理由があるのでしょうかまた、この動画ではそんなツインレイがつく嘘と上手に付き合うポイントも含めて紹介します。 ツインレイは問題が起こると逃げ出してしまうことも多くあり、嘘をつくのは魂レベルが一定まで達していないために起こるとも言われています。基本的には魂レベルの成熟したツインレイが自分のプライドを守るために嘘をつくことはないでしょう。また、それでも嘘をつくのは自分以外の誰かツインレイの相手や家族など。 大切な人を守るためについた嘘だということになります。ほとんどのツインレイの男女は、お互いが出会うことで、魂を成長させることができるため、魂や精神の成長が未熟です。ツインレイ男性が嘘をつくのは、人から嫌われるのが怖い、嘘をつくこと自体に罪悪感を持っていないといったことが挙げられます。次で、 ツイインレイ男性が嘘つつきな理由について説明します人から嫌われたくない十分な信頼関係を育めていないと嫌われたくないという心理が強く働きます特にツインレイ男性はプライドが高いので自分のプライドを守るために嘘をついてしまうこともツインレイ男性は 表面的には社交的に見えても心を閉ざしている人も多くいますそんな場合はツインレイ女性だけでなく基本的に人から嫌われるのを恐れて過ごしているでしょうツインレイ男性はサイコパスだと平気で嘘をつくツインレイ男性には社交的で魅力にあふれる人がほとんどです一方で 他者に対する愛情や思いやりなどの感情が欠けていると反社会的人格としてサイコパスと呼ばれます利己的で周囲を巻き込んで自分だけメリットを得るのも上手ですプライドが高く自分が有利に立つためなら平気で嘘をつきます指摘してもうまくはぐらかしてしまうこともただし そんなサイコパスなツインレイ男性も嘘を見破られることが怖くなってツインレイ女性から逃げ出してしまうことがありますツインレイ男性はナイーブな性格ツインレイ男性は付き合いがある程度深まるまではなかなか本心を見せません繊細で傷つきやすくあまり本音を言わずに人とのコミュニケーションを 図ってきたツイインレイ男性も多いでしょうお互いに心を開けるまで信頼できるようになると嘘をつくことも減っていきますそもそも嘘だと思っていないツインレイ男性の性格として純粋で素直すぎるためにそもそも嘘だと思っていないというケースも多くありますこの場合のツインレイ男性は 全く悪気がないことも。また自己保身のために嘘をつくのが当たり前という価値観を持っている場合も嘘をつくことに罪悪感を持たないので平気で嘘をつくでしょう。魂レレベベルルが一定レベルまで達していない。な嘘をつくのは魂レベルや精神性が一定のレベルまで達していない未熟なツインレイです。 問題が現れると関係やその環境から逃げ出してしまうことも出会うのが早すぎたか運命の相手ではない可能性もありますツインレイはお互いを自分の写し鏡として見るので嘘をついても気づかれてしまうという特徴がありますツインレイ同士だと目を見るだけでも相手の嘘が分かってしまうのです ツインレイには吸い込めれるような魅力がある一般的な恋愛では目を見つめられると緊張してしまうものですが目を見つめられると安心感を覚える深くリラックスできるのがツインレイです時には眠くなってしまうことさえありますツインレイカップルになるとお互いに穏やかな気持ちで見つめ合うことも増えるでしょう目はうことも増えるでしょう 口ほどにものを言うといいますが、ツインレイの目も感情を表しているのです。また、出会ったばかりで見つめてくるのは、見つめることで、自分の声を伝えようとしているサインです。ツインレイには、二人の関係から逃げ出してしまうランナーと逃げ出した相手を信じて待つ、チェイサーという段階があるといいます。これは、 相手を本当に愛していれば嘘をついて相手より優位に立つという必要がなくそういったこともできなくなっていくからまたツインレイ相手には嘘をついても本質的な部分が似ているので気づかれてしまうでしょうただしこれはツインレイでなくても起こること精神性が未熟だと向き合わずに逃げ出してしまう 人は多くいますこのような場合であっても大切な関係から逃げ出して取り戻せなくなったことで次に出会う人を大切にしようという心が芽生えて愛情のシフトが起こりますまだまだ成長段階のツインレイは嘘をつくことが多くありますそんなツインレイの嘘に付き合うにはどうするのがいいのでしょう次で ツインレイの嘘と上手に付き合うためのポイントについて説明しますツインレイの嘘を受け入れるスピリチュアルな視点で見ると自分にないものが相手に見えることはありませんツインレイが嘘をついているのならあなたもどこかで自分に嘘をついていないか自分に問いかけてみましょうこのままの自分を受け入れてほしい そのままのツインレイを受け入れたいという気持ちが同時に芽生えていくのが実感できますそうすれば相手の嘘を無意識に責めてしまうようなことも減っていくでしょうツインレイ主体で判断するのをやめるもし今あなたが2人で相談して決めるというよりは相手の言うことを深く考えず ただ S と答えているだけなら注意が必要です。そこに自分の意思があるかと解いてみましょう。ツインレイと離れている時でも相手を信頼できていますかそれとも不安でいっぱいですかツインレイに嘘をつかれるのが嫌だと伝えても全く改善されないようなら、自分からツインレイと距離を置く。 ぐらいいいでちょうどいいかもしれません。以上いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想どしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。